と帽子のパーツを、6個編んだので、今からこれをちょっとオーナメントにしていきたいと思います。オーナメントが完成しました。麻紐と帽子をつなぎました。つないでるのはこの紐は、レース糸の薄めのブラウンです。これが造花を、グルーガンでつけたものです。これは革タグをペタリと貼り付けました。英字のスタンプをホワイトで押してみました。でこれは、スイード調の、革紐風の紐をぐるりとくっつけて、モチーフを貼り付けました。これも造花のやつですね。色違いです。これも色違いの革タグ、これも色違いのモチーフ付きのものです。全部で6個をこのようにランダムに、つなげてみました。次回もまた全然違うもので作ってみたいと思います。以上、手作りオーナメント、全部帽子バージョンの紹介でした。ありがとうございます。